今回は、電検三種品質、コンデンサー特集ということで、平成21年度電力科目の問い17 B 問題について、解説したいと思います。問い17は、B 問題の中では非常に、優しい問題に分類されます。まず、見ていきますと、配電線に 100kW、遅れ力率 60% の酸素負荷が接続されていると。でこの、受電端に 45kV の電力用コンデンサを接続したということであります。で、ただし、コンデンサ接続前後の電圧は変わらないものとすると、非常に簡単な問題であります。まず、コンデンサを接続した後の受電端の無効電力の値として最も近いのは次のうちどれかと、まず、接続前の、ベクトル図を書いてみたいと思います。負荷は、有効電力が、100kW であります。はい、そして、力率がですね、遅れ力率 60% ということで、これが、無効電力です。負荷の無効電力です。で、遅れ力率が、60% ということはですね、こういう比が成り立つというのを覚えておいてください。これが、非送電力ですね。S ですね。3対4対5という関係が、成り立つということを、ぜひ覚えておいてください。これは非常に、大切な、考え方になります。では、これ P、Q とありますけれども、ではこの Q はいくつなのかといいますと、P と Q の比率は3対4ですから、こういうふうに計算できます。遅れ力率、QL ですね。QL は、100×3/4ということであります。これを、電卓に入れて計算してやりますと、133kBというのが、出てまいります。これが、負荷の、無効電力の値であります。これに電力用コンデンサを接続したということは、これと反対方向に値としては 45kBですね。 45kBを接続したということになります。で、こちらに 45kBですね。ということは、イメージ的にはこの 45kBをこのまま下に持ってくることができます。つまり、打ち消す方向になるということですね。そういたしますと、この残った分、この部分が、コンデンサ接続後の受電端の無効電力ということになります。つまり単純に足せばいいわけであります。 Q' というのはQL-QC です。ですので、133-45ということで、これを、計算いたしますと、これは 88kBということになります。ですので、ちなみにこれおよそですけどね。で、88が正しいということになります。続いて、コンデンサ接続前と後の力率の差の大きさとして最も近いものは次のうちどれかと。これはですね、純粋に計算するしかないんですね。接続後のベクトル図を改めて書きますと、 100kW というのは変わりません。そして、これが 88kBですね。 88kBです。で、非送電力 S と、はい、
皆さん、ほとんどの方が、お分かりになっているかと思いますが、力率コサインシータというのは S 分の P で計算されます。では S はというと、 S はルートの P の二乗プラス Q の二乗であります。ですので、これを、実際に値を入れてやりますと、ルートの100の二乗プラス88の二乗、これは計算してありますと、ルートの1万プラス7744ということで、これはおよそ132キロボルトアンペアというのが出てまいります。あとはこれを入れてやればいいですね。でこれを代入してやりますと、132分の100ということで、およそ 75.8、これは、0.758 となります。パーセントで表すなら、これをかける100しますので 75.8% となります。これが Q' です。ですので、あとは単純に、コンデンサー接続前は、遅れ力率 60% と言ってますから、Q' マイナスコサインシータ、コサインシータイコール 75.8-60 ということで 15.8 と。それで、最も近いのはと言いますと、15ということになります。はい、皆さん、これ非常に簡単な問題であります。もうちょっと応用的な問題では、ここから、線路の電圧効果等を求めるといったことにも発展するということがあります。今回、ちゃんと、理解して覚えていただきたいのは、まずこの Q と、Q、P、S のベクトル図がちゃんと考えられるかどうか、そして遅れ力率の負荷とコンデンサーは無効電力同士が打ち消し合うというところにあります。今更だよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、これは大変大事な、内容であります。ぜひしっかりとマスターしてください。またこのような、簡単に解ける B 問題というのは必ず取らなければなりません。 B 問題は電検算子の得点源として非常に重要になりますので、落ち着いて、解くようにし